内が混雑。次は四つ角。次は市役所前。皆さん、負け爪のお悩み解決しませんか？切らない、痛くない、湘南負け爪矯正院前でございます。平塚市消防本部からのお願いです。高架は人目の届かない場所や暗い場所、人通りが少なくなる時間帯に多く発生しています。このことから、地域ぐるみで放火をさせない環境づくりを進めましょう。お客様にお願いいたします。バスロータリー